はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、PayPay の7月のキャンペーン対象店舗が圧倒的に少ない若く PayPay どころではありません。ということで、お題の通り、今回のキャンペーンがあまりワクワクしないというところについてお伝えしていきたいと思います。一旦おさらいをしたいと思うんですけども、現在 PayPay は若く PayPay の7月のキャンペーンで 10% から 20% の還元があったり、10回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくる PayPay チャンスがあったりと、かなりお得なキャンペーンが開催されています。そこで今回は何がワクワクしないのかというと、まあ結論から言うと圧倒的に使えるお店が少ないんですよね。もうこちらの僕が昨日 Twitter でつぶやいたことなんですけども、秘宝、なんと自分の住んでる地域のスーパーが若く PayPay 対象のお店がありませんでした。唯一の救いだったミスターマックスもマップに出ていなかったので、念のためお店に問い合わせたら今回は対象外でしたとのこと。僕のワクワクどこ行ったということで、結構これはショックでですね、まあ、このミスターマックスもスーパーみたいなところでかなり期待をしていたんですけども、残念ながらですね、もう対象ではないということだったんですよね。で、PayPay の公式からなんですけども、こちらですね、ランチキャンペーンはお店からのエントリー制となります。PayPay利用可能な店舗でもキャンペーン適用外の場合があります。事前に近くのお店マップから確認してからご来店くださいとのことでしたので、まあ、このツイートを見る限りはほとんどのお店が対象というわけでもなく、一部の店舗のみ、その店舗が若くPayPayに参加したいですと希望を出した段階でマップに表示されるので、まあ、かなり限られてきますね。で、使えるお店、現在使えるお店の確認なんですけども、こちら公式のページですね。僕の動画では以前少し紹介したんですけども、かなり変わってますね。まあ、これを見る限りは僕が利用できそうな場所で言うと、松屋フレッシュネスバーガー、ステーキ、ミア、サーティーワン、かっぱ寿司とかですね。今のところ対象のマップで確認したら、ちらほらですね、飲食店で使えるのが助かるんですけども、まあ、僕がこのキャンペーンで言いたいのは、近所のスーパーが対応していないのが今回の大打撃ですね。まあ、こちらも公式ページを確認したら、イオンが近日対応予定に加わっているので、まあ、もしかするとこれが対象となれば少し嬉しいですね。まあ、前回のドラッグストアのキャンペーンの時も、まあ、キャンペーン期間中やツルハドラッグなど、まあ、月夜など対象店舗が増えていったので、まあ、密かには期待はしています。今回の対象店舗のマップで確認する場合はこちらですね。この画像のように近くのお店というところをタップして、現在地からマップが表示されるので、そこでお店の上にワクワクと記載があれば対象店舗となっています。もしお近くに飲食店やスーパーが対象なら、ぜひですね、11時から14時の間に利用してみてください。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。ワクワクPayPayのキャンペーンがあまりワクワクしないということでお伝えをさせていただきました。もしですね、同じような経験をされている方がいましたら、ぜひ下のコメント欄にでも書き込んでみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。